こんにちは。 NPO 法人犬と猫のためのライフボートです。この動画では保護や譲渡、猫たちとのお別れについてを小太郎と一緒にお届けします。それでは早速4分でわかる5月のライフボート。5月の保護頭数は猫62匹、犬16頭でした。前回もご紹介したエレナちゃんの子供たちのようなまだ離乳してない子猫や、ようやく自分でご飯を食べられるようになった離乳直後の子猫など、一気に子猫の頭数が増えました。犬は保護頭数は少ないものの、人と目を合わせるのも苦手なほど気が小さい子犬の保護が続いたので、譲渡に向けて日々スキンシップなど人慣れの練習を重ねています。5月の譲渡数は猫24匹、犬23頭でした。猫エイズ陽性の子や怖がりな少年犬にもご縁を感じていただけた嬉しい月になりました。一方でまだ名前をつけていなかった子猫、麦子、スミレ、そしてフィーボ、4匹の猫たちと悲しいお別れもありました。楽しく動画を見ていただきたいですが、フィーボにお悔やみの言葉をくださった方への感謝と、シェルターでは嬉しい出来事ばかりではないということもお伝えしたかったので、今回はお別れについても報告しました。悲しい別れがあって落ち込んでいる時も、シェルターにいる動物たちのお世話を休むことはできません。今回は最近どんどんシェルターに増えている人見知り犬の元祖コタロウを紹介します。人と目が合うと落ち着かない様子になり、一歩近寄るごとにビビりうんちを漏らすほどの人見知り。早く離れてくれないかなと言いたげにそわそわしていますが、おやつは好きなので手からちゃんとジャーキーを食べてくれます。もっとたくさん食べたいけれど、人間にはできれば離れてほしい。ジャーキーを取るか、人から離れることを取るかを悩みに悩んで、老犬らしからぬ軽やかさで帰宅。そっとクレートを覗き込むと困った顔をされてしまいました。2007年の保護当時、小太郎は逃げ惑って暴れたせいで傷だらけでした。当時から賑やかな子犬たちの陰でひっそりと息を潜める子でしたが、家庭犬デビューに向けてお散歩の練習も頑張りました。小さい頃からコツコツと人慣れの練習を重ねていたのに、磨かれたのは人目を忍ぶ技術ばかり。慎重に周囲を見回して、人が近くにいないことを確認してから、そそくさとジャーキーを食べに出てきます。これまでの活動報告動画に登場したゴンちゃんやカイちゃんは、特定の誰か以外のお世話を受け入れず、攻撃性を見せるタイプのビビリ犬でしたが、コタロウのように誰に対しても心を開いてくれないビビリ犬の方が、飼い主さんを不安にさせてしまうことが多いようです。スタッフにさえも顔を見たことがないと言われてしまうコタロウ。かくれんぼ上手で忍者のような犬がこれ以上増えないように、ビビリな子犬とたくさん触れ合うことが今後の課題です。もちろん15歳の小太郎との触れ合いも諦めていないので、困惑されてもジャーキーの助けを借りながら頑張ります。5月の活動報告は以上となります。小太郎との触れ合いの応援、動画の高評価やチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今月もご視聴ありがとうございました。